現在自動昇格圏内の2位をキープ。 J2 も残り4試合、昇格へと突き進む七海監督と野森さんの対談、そしてアウェー熊本戦を続けてどうぞ。野森さんがジュビロを訪ねたのは先週の月曜日。この日はくしくも七海監督が水戸戦で監督人生初の退席処分、ベンチ入り停止の制裁を受けた札幌戦翌日のことだった。常日頃からね、選手にはクールでいろって言ってて、まあ、そんな中でまあやってはいけないことだなと思いました。監督不在の中、札幌戦は6試合ぶりの無失点完勝、チームは大きな勝利を手にした。まあ、ここまでこう監督から見た今のチーム状態ってのはどうですか？まず雰囲気はものすごいいいなと思いますし、選手たちにこう一番大きく投げかけてたのが、やっぱ言葉遣いとか仲間を思う気持ちとか、それから自分自身の自信とか、だいぶハイアベレージで安定してきたのかなというふうに思いますけどね。まあ、ここまで昨シーズンと比べると、今シーズンは現時点では、勝ち点が6違うのかな、はい、開幕当初に言った今シーズンの J2 のリーグ戦っていうのは、やっぱり史上最強のリーグになるんじゃないかなというふうに思っていて、37節終了時点で37失点よりも下のチームが何チームがあるかご存知ですか？分かんない。10チームあるんですよ。でちなみに38点のチームはあと3チームぐらいあるんで、もうそれぐらいこう守備に趣を置いてますし、まあ、あとは勝ち点を与えないようなサッカーをしてるなと、リーグ時代のレベルが非常に上がってるなというのはね、率直な感想ですよね。でね、今シーズン始まる前に4箇条言ってましたよね、はい、攻守の切り替え、セカンドボールの予測、コミュニケーション、シュート、はい、まあ、これもやっぱ局面局面、ゲームの内容によって相手によって多少異なることあると思うんですけど、この37試合終わって全体像を取れば、まあよくやってるんじゃないですかね、はい、ここができてないとこの成績残せないですよね。これそうですね、はい、でこれと同時に、アビスパに、それから5月の頭に札幌に連敗した時に、また新しい3つの約束っていうのを作ったんですよ、それはもう単純にサボらない、諦めない、切らさないっていう、でこれの方がよりこう浮き沈みがあるっていうか、はい、今そなんかテーマまた変わったりとかしてます。今その7つがやっぱり大きなものですよね。まあ、攻撃陣はもう比較的というか、自分たちの役割をこうしっかり果たしてるなっていう中で、はい、やっぱ少し失点の部分っていうのはあるわけじゃないですか、はい、趣味のその構築の部分ってのはどうですか？まあ、我慢強く、それからまめにやっぱラインコントロールをしろと。3メートル5メートルのバックパスはまだあれですけど、やっぱり10メートル以上のバックパスに対しては必ず3メートル上げる、で5メートル上げる意識だと体は多分3メートルぐらい反応すると思うんでっていうね、その選手に伝えて、まあ、ここの試合かはどうにかやるようになってますけど、まあ、完璧にやるとは言わないですけど、もうワンランク上には行ってほしいなと思いますね。まあ、そういう中でここ数試合で一番このゲームいいなっていうのあります？前半は金沢戦ですよね。ちょうど子供たちが、岩田市の小学生の子供たちを招待する日だったんで、まあ、選手のモチベーションも非常に高くて、それから 2-0 まではね、本当に完璧なゲーム運びできましたし、で1点取られてまだロスタイムちょっとあったんですけど、そこの時間今度お客さんのね席、特に子供たちがジャーンとこのようなジュビロの声でコールをして、選手たちがそれにこう背中を押されてね、うまくこう逃げ切れたゲーム、これ印象深いゲームですよね、うん。まあ、千葉 1-0、まあ、我慢強さっていう意味では千葉も非常に、そういった強い心を持ってますし、それが勝つか負けるかでね、勝ち戦がこうギュッとなるかガッと広がるかっていう、そういう上位対決ではあったので、まあ、気持ちが入ってましたし、あと終盤でのゴールっていうのも非常に心に残ってますよね。こうクラブがね、いろいろこう協力して、はい、例えば J の日であったり、カミックの日であったりとか、はい、アダイユートンの日とか、はい、すごくこう観客動員数に対してこう増やそうとすごく努力してるじゃないですか、はい、いやそれはもう大歓迎ですよ。そのためだったら選手はやれることをやるべきだと思うし、我々スタッフもね、駅前にビラとか配ったこともあるんですけど、それ以外のこともね、本当に何か協力してくれっていうことは、体さえ持てば何でもやる
所存でありますけどね。あの観客が増えたことで選手たちもそれでこう変わったっていう部分あります？お客さんに見られてる感覚っていうのは、あの選手のプレーのクオリティがね、研ぎ澄まされていく一つの要因だと思うんで、その見られてる要素がやっぱりより丁寧にやろうとか、よりお客さんを見せてあげようとか、そういう心につながると思うんで、なんかそれもまた一つのきっかけになってね、スターが生まれるあのきっかけになってくれれば本当にいいなと思いますけど、まあ、あとは去年大きく苦しんだ九州でのゲーム、一度も勝てなかったんですけど、まあ、それに対してやっぱコンディションっていうのがあの先決だなと思ったんで、まあ、全泊ではなくて全泊社長にもう頼み込んで、まあ、社長も快く OK に決まってるよっていう感じで言ってくれたんで、はい、どんな感じになるんですか、トレーニングして。はい、トレーニングしてもゆっくりですよ、あのトリートメント、体のトリートメントとか、その時間が欲しいってことね。はい、もう結果が出てるからいいんじゃないですかね、うん、次の熊本戦も、うんうん、全然全泊、はい、まあ昨シーズン残りね、こう 4分けいっぱいだったのかな。そうですそうです、うん、まあ、そういう中では、まあ、昨シーズンの反省踏まえた中で残り5試合、いやもうあの残り10試合、まあ、12試合の時なんですけど、あの言ったら勝ち点3以外もう必要ないと、先ほど野口さんが言った4分け1敗より2勝3敗の方が、ね、数字的には圧倒的にいいわけで、まあ、そういうことをね、あのより特化してやっていこうと、まあ、なのであの水戸戦なんかで 1-1 の状況で亀月が上がっていく、カウンターでやられてもいいよっていうスタンス、それは僕はベンチにいなくても選手たちが勝手にやるという、もうそれでもう十分選手たちには伝わってるなと、まあ、試合終わった後も選手にそれを言って自分たちの判断でそうだと思えばやればいいと。染みついてるね、なんかね、もうずっと書いてますから、ずっと言い続けて、はい、そして全泊し万全の状態で臨んだアウェー熊本戦、ジュビロは前半5分、宮崎のクロスにジェイ、得点ランクトップをいくジェイが大台の20点に到達するゴールでいきなり先制点を奪う。立ち上がりのあのジェイのゴールで、チームとして非常にメンタル的に余裕ができて前にどん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 こう圧力をかけれたので、その辺の連動が非常に良かったなと。1点のリードをもらった守備陣もカミンスキーを中心に堅いディフェンス。33分のピンチシーンではキャプテン上田が体を張り熊本にゴールを許さない。すると後半、守備陣の頑張りに攻撃陣が応える。7分に川辺がゴールに迫ると、16分には上田の縦パスからスイッチ、流れるようなパスワークからアダイウトン、そして迎えた26分、コンパクトな守備から川辺がボールを奪うと、ここから電光石火のカウンター、最後は太田が技ありのループで熊本にとどめを刺した。中盤のアプローチとラインコントロールが常に正しかったおかげで、ボールへの密集、それから奪った後のファーストプレーの質、それから分散の質、まあ、この3つのポイントを選手たちがよく理解して、九州で難敵熊本を撃破し自信を深める無失点完勝、9戦負けなしで首位大宮に勝ち点4差に詰め寄った。こう昇格に向けたやっぱり七海監督の決意っていうのもね、聞きたいんですけど。一つはここまで あのチームマネージメントの中で、大きな怪我人がほとんどいなくて、全員が18人のグループに入りたい、全員がスタメンで出たいっていう状況をね、作り出してくれてる周りのスタッフにはもう大きく感謝しながら、まあ、残り試合、まあ、どこで体が潰れてもいいようなスタンスで選手にやってほしいですし、まあ、我々も出し惜しみすることなく単純に勝ち点3目がけて、でプラス自分たちのスタイルを崩さずにやっていけたらいいなと思いますね。こう J1 にやっぱ静岡のチームがないっていうことはなんかこう考えられないというか、はい、まあ、そういう中ではやっぱジュビロが J1 に上がるっていうのは一つ宿命だと思うんですけど、はい、まあ、それは大きな自分たち あのテーマになってくると思いますし、もう残り試合しぶりゲームが続くっていうのはもう開幕前から言ってることで、そのエスパルスのあの結果っていうのもこれもまた自分たちの力に変えていかなきゃいけないなというふうに思います。ぜひ昇格してください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。
まあね、あの対談させてもらったんだけれども、やっぱりこう七海監督がね、こう落ち着きもすごくあるし、うん、何かこう自信にこうみなぎってるなって感じはしますよね、うん、でもここ、まあ、2試合は無失点で勝利、七海監督がずっと言い続けてきたことが浸透してる証拠でもありますよね、まあ、もちろん選手たちも監督のことを信頼する、うん、監督も選手のことを信頼する、やっぱこれが成り立たないとなかなかこういい結果にはつながらないので、今そういう状態じゃないですか今指輪は、うん、残り4試合で大宮を4差で追いかけるという十分優勝の可能性ありますね。全然ありますよ、もう一試合一試合が本当勝負ですから、はい、本当優勝目指してほしいですね、はい、ジュビロの次節はあさって日曜午後4時からアウェーで東京ヴェルディと対戦します。